さあ、今日はですね、センター英語2018年、意見の要約問題、行ってみたいと思います。で、もちろんこの後実演に行くんですが、その前に、皆さん注目をしていただきたいところですね。正解のヒント、根拠の決め手となっている内容は文の後半に存在してるんですよ。そういうことを皆さん文末焦点、エンドフォーカスと呼んでいるんですが、具体的に言うとですね、B 動詞の右側、まあ、例えばこういったところ、このオレンジの波線で引っ張っているところ、引っ張っているところですね、それが皆さん根拠になってくるんですよ。もしくは一般動詞の右側、このあたり、そして助動詞の右側、このあたり、そして前置詞の右側、このあたり、そしてさらにはですね、否定語から右側、こういったところですね。が、説問の根拠、正解への根拠となりますので、皆さんもこれ、皆さんが自分でですね、長文読解する際にも、ぜひ、共有していただきますと、精度率が上がるはずでございますので、ちょっと皆さんそれを踏まえながらですね、一緒に共有させてください。お願いします。さあ皆さん、画面はですね、文章の途中からなんですが、この上の方にはですね、どういう内容が書いてあったかというとですね、大学で、映像制作の課題がありましてですね、どんなの作りたいという話なんですね。で、それをまあ参考にするにあたってですね、去年はどうだったのかというと、去年はバスケットボールチームのですね、ドキュメンタリーを撮って、それが良かったよという話なんですね。で、なんで良かったんですかっていうと、この辺からなんですが、オーディエンス、聴衆にとってですね、ウォッチング・ザ・ドキュメンタリー、ドキュメンタリーを見ることは、まずは方法だ、手段だ。それはエクスペリエンス、経験する手段だったわけですね。で、じゃあ何を経験しますかっていうと、いろいろ書いてましてですね、ハードワーク・オブ・ザ・プレイヤーということで、その選手たちの一生懸命な姿、そしてフレンドシップ、友情ですね、アマング・ザ・チーム、チームメイトの間の友情、で、フローム・ディファレント・バックグラウンズ、異なる背景を持ったチームメイトの間の友情も経験できるし、そしてトラスト、信頼ですよね、between the players and the coach ということで、選手たちとそのコーチとの間の信頼関係も経験できるし。で、finally, the joy of their victory ということで、勝利の喜びですね。それも経験、最終的には経験できると。それは in the national tournament ということで、全国大会ですかね。で、their amazing story of triumph ということで、大勝利。勝利の驚くべきお話というものが、appealed to a wide audience ということで、幅広い聴衆観客に訴えかけることになりました。そして、everyone, involved in the film, その映像制作に関わった人が全員、received lots of praise ということで、賞賛、たくさんの賞賛を受け取ることになったんですね。ですから、I'd like to create a similar movie ということで、私は似たような映画を作りたいんです。今年はね。で、じゃあ、そのはどんな映画ですかっていうと、documenting people, 人々を記録するんですね。で、どんな人々ですかっていうと、ワーキングハード、一生懸命頑張って、achieving their goals ということで、目標を達成した。そういう人々を記録する。そういう映画を私は作りたいということです。で、so are you saying that ということで、選択肢1、2、3、4ということですが、皆さんちょっと2番から見ていただきたいんですね。で、audiences want to watch interviews ということですが、皆さん聴衆はインタビューが見たいのかというと、皆さんこう頑張ってる姿ですよね。頑張ってる姿とか、勝利を収めてる姿、それを見たいわけですから、インタビューではなさそう。で、選択肢3番、ドキュメンタリーフィルムズ can make audiences happy.Very easily ということですが、その聴衆を幸せにできます。とっても簡単にということですが、簡単か難しいか、というと、それは全く書かれておりませんので、選択肢3番もちょっと違うと。で、選択肢4番。It is important for us to spend a long time making a movie ということで、長時間、費やすのが重要だ、ということですが、その長い短いという話は全くないですからね。ですから、どうやら、選択肢1番がいけそうなんですが、じゃあ、皆さん見てみましょう。オーディエンスズエンジョイウォッチングストーリーズオブピープルアチービングサクセスということで、その成功を収めてますよね。成功まで達成できております。そういう人々の話がありましたよね。で、皆さん、成功の話はトライアンフという単語バッチリですよね。大勝利ということでちゃんとつながってきます。そして、もう一つはですね、このあたりでいいかと思います。一生懸命頑張って。そして、
アチービングゼアゴールズということですから、皆さん目標達成ですよね、成功を達成するというところで皆さんちゃんとつながってきますよね。ですから選択肢1番正解で、根拠はどこですかっていうと、やっぱりこれですね、前置詞の右側、もしくは、もちろんこの辺り文末でもいいかと思いますが、具体的に言うとドキュメンティング一般動詞の右側ですよね。そちらがしっかり根拠になっておりますので、情報構造バッチリということです。では次に行きます。さあ皆さん、先ほどの続きでございます。フィルミングスタープレイヤーズオアピープルということで、スタープレイヤーとか人々を撮影することですね。それはどんな人ですかっていう風はサクセスフル、うまくいった人々を撮影することはサウンズインテレスティング、面白いんですが、But it may be difficult と難しいかもしれませんと。で、For ordinary people 普通の人々が To identify themselves 自分自身を同一視するですね、自分自身を投影するのはちょっと難しいんじゃないかと。で、誰とっていうと With the people in these extraordinary stories ということで、この並外れたお話ですかね、の中に出てくる人々と自分自身を同一視するのは難しいかもしれませんと。ですから I think、people feel more satisfied ということで、人々は満足感を感じますと。で、when they watch movies、映画を見た時ですね。で、それはどんな映画ですかっていうと、they can connect with ですよね。ちゃんとつながりが感じ取れる、関係性があると分かるような、そういう映画を見た時に満足感を感じますと。That is a reason、それは理由です、それは people like love stories ということで、人々がラブストーリーですね、それを好む理由でございます、people like to imagine ということで、人々は想像するのが好きです。 How would I get her attention ということで、彼女の注意を引くにはどのようにすればいいのか、How would I ask him、out on a date ということで、彼をデートに誘うにはどのようにしたらいいの、どのようにしたらいいのか、もしくは、Fair would we go on our first date ということで、最初のデートはどこに行ったらいいのかというお話ですね。で、この後皆さん、メアリーさんの発言がこう後で続くんですが、今のこのキムさんの発言で、その次の問題ちょっと解けますので、問題いきますね。さあ皆さん、その次の問題ですね。これでございます。キム&メアリー、Both of you think we should make a movie that tend to.ということです。で、先ほどお伝えしましたが、もうキムさんの発言は先ほど読んでおります。で、その後メアリーの発言があったんですが、とにかく皆さん、キムさんの発言さえ押さえておけばですね、この両者に共通するところが見つかるかと思いますので、ちょっと行ってみたいと思います。まず選択肢1番ですね。Ask the audience many extraordinary questions ということで、なんか質問をたくさんしましょうということで、それはさすがに書いておりませんでした。だから迷惑ですよね。で、選択肢の2番。Focus is on successful people doing amazing things、ね。で、驚くべきことをした人々、成功した人々、それに焦点を当てるということですが、これだとですね、この辺ですかね。そういう素晴らしいお話もいいんですけど、それに対して identify themselves、自分自身を同一視するのはちょっと難しいということなので、これもダメそうですね。で、選択3番ちょっと置いていただいて、4番、use the campus ということで、皆さんキャンパスの話は皆さん全く出てこないので、4番もダメそうということです。ですから、皆さん3番いけそうですよね。Has situations that the average person、can relate to ということで、関連ですよね。関係づけることができると。皆さん関連、関係と言われたら、このあたりですね。皆さん、コネクトウィズ、要するにつながりが持てるような映画、それを見るというお話でございます。ですから、しっかり関係性、関連性というところで皆さん、コネクトウィズとリレートトゥーですね。これで皆さんちゃんとつながってきますので、選択肢の3番が正解ということでいいかと思います。で、皆さん根拠はどこですかと言われたら、皆さんこれですね、コネクトウィズの左側、皆さんちゃんと助動詞がいますよね。だから助動詞の右側が根拠。そして、答えとなったところにもありがたいことに助動詞の右側が根拠となっております。で、なおかつ、皆さん、文末でもありますよね。こっちもそうです。文末ですよね。だから、情報構造バッチリということで、よろしいかと思います。
でもちろんこの後説問が続くんですが、この2018年の問題を持っている方はもし、自らやった場合には、根拠をよく見ていただきたいと思います。でもちろんそれを持っていないという方も今日、もしくは明日以降ですかね、皆さん、自分で長文をやるときに、答えを出すだけじゃなくってやっぱり根拠をしっかり考えるということです。ただその根拠も当てずっぽでなんとなくこの辺かなではあんまり意味がないので、ちゃんと細かくですね、助動詞の右側とか、そういったところをよく、自分の中で意識づけですよね。それが皆さん、成績向上につながりますので、それを皆さん意識して、頑張ってください。